ました。来ましたよ。一応10匹釣ったんで、本命ポイントを前にしてご飯にしましょう。パパッと食っちゃいます。10匹。で、ちょっと寒いんで北海道を張ります。春北海道、念のため。この前寒かったから、先々週か、寒かったから北海道買ってきました。ちょっと今日も寒いんで、これ貼ります。どっち、お腹に貼ろうかな。貼る北海道、お腹に貼ります。雨がなんとか持ってくれてよかった。今のところは午後降ってくるんだろうな、これな。天気予報だと午後雨なんだよな。はい、ということで、パッパとご飯を食って始めます。今の時間が、11時39分。なんとか午前中20匹釣れましたね。あと午後から20匹なんとかスパートかけたいと思います。ではご飯にします。ご飯を食い終わりました。現在の時刻が11時55分、まあ、ほぼ12時ですね。ここからまた釣りを後半開始していきます。で、午前中10匹で、後半目標20匹で計30匹を目標に頑張ります。
それじゃ あのご飯食う前に残したポイントですね。釣れそうなポイント。いると思うんですけどね。よし、上行こう。上行こう。いやー、すげえ。どうやっていこうか、これ。竿を置けばいけるか。竿を置けばいけるか。ほい。いけるかよ。いけるかよ。あ、いけない。滑る、滑んなきゃな。滑ると無理だろうな。よい、滑る、滑る。回るか。よいしょ。竿を取り行かなきゃ。竿こっち倒せなかったな。おい、お、こういう時にこれだ。ドライ、ドラえもん。伸びろ、伸びろ。これは便利だ。何でも使える。あぶぶぶあぶ。はいはい。オッケーオッケー。便利です。さあ、そろ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 かな。わ、すげえな、あの土砂崩れ。すごい土砂崩れだ。
はい、卵っちゃん後半1匹目やっと、肩は小さい。はい、よし、この調子で釣りまくるぞ、釣りまくるぞ。ここから上は入れますな。ガラスにまくるぜ。でもいいだろう。足が入ってこっちだ。ちょっと石を取るか。旅の足池は。ないのか、よし、旅の石を取る。足が痛い、滑りそう。あー、滑りそう。ほい、しばしお待ちを。旅の石を取ります。よいしょ。早いペースでもうそろそろ合流点ですね。この前合流点まで行ってから釣れなかったですね。来ました。あ、もう一匹いた。もう一匹いた。まあまあサイズ。手前にもう一匹いたな。23ぐらいあるか。手前にもう一匹来た。あ、下に来た。この辺が魚がいて、ちょっといて二股になって、そこから全く釣れなかったんで、この前は。12、さあ釣れるかな。で、この前は右に行ったんですけど、今日は左の方に行きたいと思います。この前は二股まで行ってから、右に行って失敗しました。今日は左に行ってみます。左で魚がいるかどうかですね。二股までは魚がいました、この前は。でも 100m くらい行くと多分二股があると思うんですよ。あとはその先がいるかいないかで今日の運命は分かれますね。